あちゃまの声を聞いて、あちゃま、明日はトワイス。ライブの時のダンスかっこよかった、ありがとうございます。めっちゃ難しかった。ライブもお疲れ様、ありがとう。ライブもありがとうございました。皆さんライブ終わり、そうライブ終わりでね、ちょっと疲れました。なんかまあ今回のライブはね、リクアワをね結構出させていただいたり、いろんな曲にね出させていただいたりして、まず最初からやろう。最初から言うと、何でたっけ、まあ、1週間全部月曜日ならいいのに、は本当に楽しかった。美咲もねいて楽しかったです。で次初恋至上主義に出させていただいたんですよ。めちゃくちゃ嬉しかった。楽しいですね、あれ。なんか目合うじゃないですか、先輩とかと。めっちゃ楽しい、ニコとかしてもらって、あーってめっちゃ楽しかったです、初恋至上主義。で次のやろ、そう、虹の作り方、虹の作り方をね出させていただいて、衣装はウーカさんの衣装でした。初恋至上主義はで、虹の作り方は藪下柊さんの衣装でした。びっくり。ポジションはねストーリーリカさんのポジションだったんですけど、衣装はなんと、おばあちゃんの髪がよくわかるな。そうなんですよ、虹の作り方めちゃくちゃね、ハチキでやりたかったんで、エモかった、嬉しい、やった。制服では多分見晴れとか金曜日めっちゃ高いと思うんだけど、なんだなんだ、ゴールデンウィークやったら出るかもしれない。で何やったっけ、夜は何から始まったの。スケジュールのマネージャーさんに言ってるのを外していただいたんですけど、ダダダもね、ハーサさんの衣装でした。嬉しい、ハーサさんだと思ってめっちゃ嬉しかった。金曜日以外に苗場は来る。レイポンがゆいちゃん綺麗すぎて透き通ってるって言ってた。なんだって嬉しいな。レイポン可愛い、本当に可愛い。なんかねめっちゃ嬉しい、めっちゃね。トドロケでサインボールくれたおかげで無事やり倒しになりました。わー、ありがとう。ハート、一緒にハートを作りましょう。やった。サインボールめっちゃ私の緊張した。もうね本当に投げるのめっちゃ緊張しました。衣装全部似合ってた、嬉しい。ロマンティックなさよならだ。なんかおしゃれですよね、おしゃれ。なんかなんだろう、カタカナでおしゃれって感じの曲かな。ダダダは、そうダダダはね、めちゃくちゃいい写真があって本当に投稿したい。本当にみんな、カメコの皆さんありがとうございます。裏でね、あんまりなんか早着が良かったんで全然写真とか撮れなかったので嬉しいです。カメコの皆さんの写真見て全然ね、コメントとか見て、あ、ヤマトシさん、クマ、これありがとうございます。クマタワーかな、ありがとうございます。嬉しい、クマ、ありがとうございます。ちょっと待って、ほんまにサンキュー、ほんまにサンキューね。そう、マコがアドリブでなんかギューしてきたんですよ。めっちゃ燃えた。ピースしてる。ピース。そうそうそう、めっちゃね、女の顔してるって言われました。なんか。そうそうそう。え、びっくりした、本当に。なんか、手引かれる、手ポンポンっていうリハーサルをずっとしてたんですけど。え、そう、あざといよね。イケメンやった、めっちゃ。マイティさんの顔ほんまにやばかった、めっちゃ面白かった。もうあれをね録画したいぐらい、でもできないから、もうなんか後ろで
で顔してらっしゃったんですよ。ごめんなさい、もう私配信15分経ったんで終わります。あと冬将軍のリグレット出させていただきました。めっちゃ嬉しい、好きな曲で儚い感じでね、好きだった。でもねちょっとね本当に皆さんごめんなさい、本当に美咲とのねあれが見たかったんですよね、ごめんなさい本当に。なんかでも歌割りだったみたいで、美咲が変わっちゃって、ポジションがで私になったんですけど、アンチされないかなと思ってめっちゃ怖くて、あのほんまにごめんなさい。だから坂田のが見たくて投票した方は本当にごめんなさいって感じなんですけど、本当にねまさかのなんで私もびっくりしたんで、だから本当に皆さんできたら叩かないで、汚いで本当に不満はあると思うんですけど、すみません。 YouTube でスポキ見たよ、わーありがとうございます。スポキンね今 YouTube でなぜか公開されているので見てみてください。坂田の表情見たかったな、映ってたのかな、感じかな。めっちゃ楽しかったですね。スポキンでのね MC もやらせてもらって嬉しかったです。突然さもう一人でさ俺の名前は弥生とか言ってスポキンで出ていくのめっちゃ恥ずかしかったんですよ、私恥ずかしかったんですよ、恥ずかしかったんですよね。ちょっと受けちょっとなんかクスクスクスみたいなはーみたいな聞こえてちょっとまあ良かったです。まさかねそうオリックス劇場まで行ってあんなことすると思ってなかったんでびっくりしましたよ。私もそうオードアイドルなのに、ゆうちゃん間違えて前に出てきてもなんかと思ったやばいやん、それやばいやつやん。めっちゃ恥ずかしかったんですよ、なんか目の前の方の人とはもう目合っちゃって、なんかあれみたいな、何あの子みたいな目で見られてびっくりしましたよ本当に。ありがとうございました、バイバーイ。こんばんは、虹の作り方やってくれて嬉しかった、よかった。えゆかさん卒業寂しいですよね、私もめっちゃ寂しい。なんか裏話っていうか、冬将軍のリグレットのリハーサルの時になんか前4人8期でなんか後ろは9期の子3人とゆいだったんですけど、9期の子と一緒になんかここはこうでここはこうだよねみたいな感じで確認してたんですね、裏で階段の前で確認してたら、うかさんになんかここにいたらもう先輩やなみたいな言っていただいて、えもう全然もうダメダメなんですみたいな言ったら、もうその言葉が先輩だよみたいな、よろしくねみたいな言われたんですよ。あのそのリハーサルがとどろけの前の日だったんですね、前の日にリクアのリハーサルをやってて、で卒業発表とかも何にも知らない状態でそれを聞いてて、次の日うかさん卒業発表されたんで、なんかあのよろしくねがすごいなんか深かったたんやなって思って、めっちゃなんかそれで泣きそうになりました。今もちょっと泣きそうになってます、やばい。からね頑張らないとダメですね、本当に寂しいですね。もう本当に寂しい、なんかそれをすごい思い出して、そのうかさんの発表を聞いてる時にね、めっちゃいいエピソード、いい話、本当にありがたいなって思います。頑張ります。虹つくまこちゆうりさんポジションで渚さんの衣装、私はストーリーリカさんポジションで藪下柊さんの衣装でした。わあのぼうさんくまありがとうございます、ありがとうございます。裏話
そう言っていただいて、そんなこと嬉しかったですね。うかさん、冬将軍のね振りもなんかやっぱり間違い、こう年数を重ねるごとに振り部位が変わってきちゃったりしてて、それをやっぱり折り面のうかさんがここはこうだよみたいな感じで私たちに伝授してくださったんですけど、私もねちょっと後世に語り継いでいけたらなって思います。次のライブもあるし、うかさんの卒コンもあるんで頑張ります。あ、ドリアン少年でミカナさんと、そう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 、あの行こうみたいなしてくださって、あ、眩しいってなって、その瞬間を亀子さんがねなんと撮ってくださってたんですよ。本当にありがとうございます。亀子さん保存しましたよ。保存させていただきました。ありがとうございます。そう、たくさん出させてもらって思い出いっぱい。リクアもね次いつできるかわからないので頑張ります。したいな、また本当に楽しかったです。パイセン頑張ります。キュウキのことね仲良くなれましたよ多分。私はね仲いいつもりですよ。あの向こうはどう思ってるかわかんないんですけど、えひな壇でしおんさんと話してた、そうバレてるんだそれも。あのしおんさんと話してたのは、いつ出るんですっけ、いつ出るんですっけ、あ、どこですっけって話をしてました。内緒ですよ。グッドスプーンさん行きたいな早く、美味しそう。美味しそうですね、全部美味しそうだし、はるかさんの飲み物を飲みたい。今日の愛花さんのパパの手紙面白かったね。ねえめっちゃ面白かった。もうねどんどん出てくるし、ゆなさんの読み方が本当に良すぎて、ほんまにサンキューでも無理でした、もう立てない。めちゃくちゃ面白かった。カルボナーラおすすめ、何がおすすめですか、何がおすすめですか、全部おすすめ。チャピチャピトロピカル、うわー、でも私は飲み物はもうはるかさん飲むって決めてるんで。去年は家を来てると聞いて、え、すごい、モードのサイン写メしまくってるの横で見てました。あのあれね、アンジュさんのねサインをね写メしてたんですよ。カルボナーラ、チャピチャピトロピカル、チャピチャピトロピカルめっちゃ人気、もちハンバーグ、カルボナーラ、牡蠣のドリア、わ全部じゃんか、フレンチトースト、え、そんなんあるっけ、 あったね、え、ねー、はるかさんのドリンク、わかりなさんのドリンク、ピザ、ピザも美味しそう、もう全部美味しそうだから迷いますね。でもハンバーグ食べたいな、かカルボナーラ食べたい。アーノンさんの白玉の飲み物、飲みたいな。え、地震ですか、大丈夫ですかね、地震、なんか石川県だっけ、うわ大丈夫かな、余震とか。カルボナーラとわかにゃんドリンク、22時過ぎても2時、今から頑張ることがいっぱいなんで、そろそろおさらばします。よし、じゃあ読みますね、ランキング。13位、味方長さんありがとうございます。12位野原慎之介之助さんありがとうございます。11位みのりちゃんありがとうございます。あ、こっち。14位ゆうさん、読んでない方だけ見ます、ごめんなさい。11位鉄眼鏡さんありがとうございます。10位しろちゃんありがとうございます。
9位ラッチさんありがとうございます。8位タムタムさんありがとうございます。7位大ちゃん丸さんありがとうございます。6位ゆうりちゃんありがとうございます。5位リオさんありがとうございます。4位瀬戸志さんありがとうございます。3位のぼうさんありがとうございます。2位ジュリアちゃんありがとうございます。そして1位は大和石さんです。ありがとうございます。ありがとう熊もありがとうありがとうございます。ありがとうございます。オープンという感じでした。皆さんおやすみなさい。まだゴールデンウィークかな。配信ありがとうね。ありがとう。公演もありがとうございました。皆さんおやすみなさい。明日はね楽しみなことがあるんでもう帰ります。バイバイ。ありがとうございました。おやすみなさい。